どうも、斉藤紳士でございます。さあ、今日はいつものですね、小説の紹介とちょっと趣向を変えましてですね、小説以外の本、まあ、自己啓発だったり、するのかもしれないですし、普通のその教養書みたいなものになるのかもわからないですけれども、とりあえず小説以外のね、文庫本でおすすめの書というのをちょっと紹介したいと思います。まずこちら、富山茂彦さんのですね、思考の生理学。もうこれバカ売れしてるんで、もう皆さんご存知だと思いますけれどもね、あの帯とかでね、東大生京大生が一番よく読んだ本というので、まあ、私も読んだんですけども、これ読んだのも結構前なんですね、5、6年もっと前かに読んで、でもね、本当にね、生理学っていうのどういう意味かというよりもですね、今考えていることをこういうふうに整理しようというような感覚で、その整理をするための指南書みたいな感じで読むと割と面白く読めるかなと思って、僕はあ、こういう考え方で物事に接するんだ、頭がいい人はすごいな、違うなというふうに思ったのを、覚えております。思考の生理学、富山茂彦さんです。続いてはこちら、すごい物理学入門、カルロ・ロベッリですね。これはね、あのシリーズになってまして、入門やから1個目かな、これね、講義っていうのもありますから、これはあの物理学の世界のね、本当になんていうんですかね、もう最初の、こんなことを疑問に思っていませんか、これはこういうことなんですよみたいな、本当物理学のね、入り口のまだ好奇心ね、なぜなぜみたいな、あの本当に小学生があのね、用に作られてる、ほらあるじゃないですか、本が、ああいう感じのね、非常に面白い切り口だったので、割とサクッと読めた、すごい物理学入門、物理学に興味を持とうかなと思ってるぐらいの人にちょうどいいかもわかりません。はい、直感力を高める数学脳の作り方、バーバラ・オークリーというね、これね、面白かったんですよね。これも何年前だったかな、3年ぐらい前でしたかね、読んだの。面白いです。はい、ちょっと内容忘れた部分あるんですけれどもね、数学的な脳の、まあ、物事の考え方をすればですね、まあ、割と直感でひらめくことが増えるんじゃないかというような、ことをね、書かれた本でございまして、まあ、僕なんて文系、もろ文系なんで、数学なんてね、8たす7がギリギリできるかなぐらいの危うい脳なんで、数学脳っていうのをね、高めたらちょっとでもこういい作品が作れたりするんじゃないかなと思ってね、この作品を読んだのを覚えております。はい、面白いです、すごい。これ、直感力を高める数学脳の作り方、バーバラ・オークリー。そしてこれですね、14歳からの哲学入門、ヤムチャ。この人のね、このシリーズありますよね、ヤムチャさんのね、ヤムチャさんのが多分一番、哲学にね、哲学の入門書としては読みやすいんじゃないですかね。一番当たりが柔らかいと思います。しかも、僕はちょっと読まないんですけども、あの、バキね。ブラックラーバキ。もう知らないんですけど、あの、バキ読む人だったらものすごい、好きになるんじゃないかなというようなね、世界観で、やっております。ヤムチャさんのですね、14歳からの哲学入門。そして最後はこの出口春明さんの全世界史でございます。これね、面白いです。あのね、あの、なんて言うんでしょう、武骨な感じがする世界史ですね。まあ、ほんまにシンプルに世界史なんですよ。有史からもう現在までみたいなことなの世界史なんですけれども、なんでしょう、それを分かりやすくとか、なんでしょう、図で説明してとかですね、そういうこと一切ないです。最初から最後までほぼ活字でブワーッとやってですね、しかも、なんでしょう、例えばヨーロッパを、ヨーロッパはヨーロッパでやりましょうとか、インドはインドでやりましょうみたいなことはしないです。もう、あの、時系列に全部ずらーっと並べていくんで、いちいち、あれ、前、これ何やったっけみたいな、戻ったりとか、マケドニアってどうやったっけみたいな、もういちいちね、戻りながら読まないといけないんですけれども、まるで小説のように読んでみたら、ね、違う形でまた世界史っていうものにアプローチできるんじゃないかと思うぐらい、非常に、あの、試みの面白い、作品でございました。ぜひ皆さん読んでみてください。ちょっと分厚いんですけれどもね、全世界史上下巻でございます。はい、というわけで今日はですね、小説ではない、自己啓発とか、参考書というか教養書ですね、その中で私が、ご紹介したいものを今日は、紹介させていただきました。どうもありがとうございました。